はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。ドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい。二時間足ボリンジャーバンド一目金公表、上昇と連動進行中、ストーキアスティックス、回しグナリが点灯ということで、はい。二時間足ベース、底型く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、2時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線緩やかな上昇傾向を示しております2時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ですはい、2時間足ストキャスティックスは強い買いシグナルが点灯しております はいこちら二時間足の一目均衡表です上昇トレンドの計上をしておりますそれでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですはいサポートラインは139円の5丸レベル139円の5丸レベルと考えておりますはい続きましてレジスタンスラインですレジスタンスラインは141円の5丸レベル141円の5丸レベルと考えております。 はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をして、キャンペーンにエントリーしていただきますと、通常の講座解説特典2000円と、新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、当本日ロンドン市場の予想レンジです。139円の5丸レベルか、141円の5丸レベル、139円の5丸レベルか、141円の5丸レベルということです。はい、ポイントです。はい、日銀大規模緩和継続円売り上田総裁会見待ちということで、はい、まずは、えーえー、と昨日ですね、昨日のニューヨーク時間なんですけども、 はい、注目されておりました ECB 理事会なんですけど8会合連続で利上げを実施ということでさら、はい、なる引き締めを示唆したことを受けましてユーロが主要通貨に対して上昇、相対的にドルが売られましたさらに新規失業保険申請件数が悪化さらには翌日に日銀会合を控えた調整的な動きが優勢となりましてドル円は140円の154まで下落しました。本日日日アアジア時間なんですが日銀会合を控える中序盤に日経平均 株価が300円近く下落ディスコオフの円買いが進行。ドル円は139円の8。5を丸まで下落しました。注目の。 えー、日銀の金融政策決定会合なんですが、はい、金融政策を現状維持で、前回一致で決定ということです。マイナス金利、10年もの金利の誘導目標0%、いずれも維持、はい、10年もの金利の変動幅もプラスマイナス0.5%で据え置きということです、はい。大規模な金融緩和の維持を決定したということで、ドル円は140円の774まで上昇しております。はい、そういういことで2時間しボンンジャーバンド 一目均衡表上昇トレンド進行中ストーキャスティックス開始しなりが点灯ということで。アイドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅くすいと考えております。アイドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅くすいと考えております。はい、もう一回ポイントに戻ります。上田総裁会見待ちということで。本日15時30分ですね。日銀の上田総裁の会見が始まります。マーケット大荒れになる可能性十分考えられます。お取引をされる際には十分ご注意ください。 最後に、えー、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。